ボールだ。いやはいはい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は5月18日はい名古屋グランパス戦です。うんうん。いやーこの間ね、ちょっと兄貴と二人だけで来て、うん、平日水曜日、まあ、2日前か、はい、はい、フロンターレさんにね、なんとか点差は5対2で広がって、うん、まあ対象したようには見えるかもしれないけど、うん、まあ今のチーム状況からするともうどんな形でもいいんで勝ててよかったなと、うん、いい試合だったな、よかったで、2年半ぶりの連勝。いやーほんとね、はい、おめでとうございます。久しぶりの連勝ですよ。そう、どういう監督。いやもう河合監督は初めての連勝やったから、うんうん、まあほんと2年半ぶりということでね、もう忘れてた。そうね、はい、まあ、今日もね、戦う以上は、うん、まあ、目指せ3連勝ということで、はい、3連勝はいつしたか、もしかしたら J1 に上がってしてないかもしれない、ちょっと覚えてない。そうね、いや J1 に上がってしたしたかね、それが何年か前か、ユータが最後の年かな。あ、本当は開幕で全然負けんやって。ああ、そっか。あの時に4連勝、5連勝確かしたような記憶があるよ。うん、まあ、負けなしやったかもしれん、わかる、ごめん、うん、連勝するだけがね、全てじゃないけど、やっぱチームが低迷してたから、うん、そうだね、今日から、うん、17位やし、まだ全然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 もう2年、あと2連勝でもすればもうずんと上に上がるよ。うん、まあでもどうでしょう、散々バラバラ、またまだ川崎戦の動画、うん、監督がちんたらしとるけんさアップできてないすいませんね、すいません。そう、視聴者からね、届いてるわけですよ、はい、今年はサボらずアップしろよとね、で、はい、わかりましたと、はい、私返信しております。すいません。そこでね、はい、ちょっとアップが遅れてますんで、はい、ちょっと今回川崎戦だけごめんなさい、ここの動画に抱き合わせさせてもらおうと思います。はい、でね、うん、また散々バラバラ言ってるんだろうと思うんで、はい、じゃあそちらの方どうぞ、はい、何を買ったった？ポロシャツ買ったった。自分の？自分の？自分の。ああ、じゃあ仕事よ。仕事よ。制服にすると？制服にすると？制服っていうかまあまあ。すげえ。ありがとうございます。始まりました。始まりました。始まってます。こんにちは。仕事帰り。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。兄貴。はい。重大発表。今日。はい。伊垣がおらん。あんま大きな声で言いちゃいかんよ。あ、いや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 、もう一回ちょっと、もう一回。いや、残念やね。まさか伊垣が。ねえ。ちょっとさ、ねえ。ってことはっていうことよね。そういうことや。そういうことやね。じゃあ、試合の結果を楽しみにしておきましょうか。いや。なんかようわからんけど900日ぶりぐらいらしいよ、もしできたら。どんなんすか。もういつかは俺も知らない。もしかしたら河合さんになって一度もないはずやから、はい、今日こそ必ず。川崎さんの調子うんぬんとかじゃなくて、ああもう我々次第よ、はいはい、うちの今日の勝負強さを、はい、勝負強さを、そう、ね、見せてやりました。そうね、じゃあちょっと平日なんで ゆったりで、そうですね、はい、じゃあ勝ちましょう。メンバーは、メンバー、はい、メンバーは前節と丸橋が抜けて、エビスさん、ウェイさんも抜けたか、抜けてあった、あと長沼と、いやディフェンダー3バック、いや4バックやと思う、左サイドバックがだから長沼なのかな。この前パリパリに調子よかったのか、俺岩崎さんみたいな、菊池くん、菊池さんと、手塚じゃなくて、はい、はい、思、はい出そう、はい、はい、もう50歳やけんね。ゆっくり試合見ながら、はい、思い出そう、はい、じゃあ今日は勝つぞ、サゴン、トゥース、その街灯あたりで、いやー兄貴勝ったよ、おめでとう。あれだよ、どこ行った、あ、朝来ちゃ、あっち飛んでた。兄貴忘れ物。伊垣ねえ勝っちゃったよ、伊垣。ちょっと、伊垣の気持ちを考えると、辛いけど、はい。
もう混んで勝つならね。それじゃあ言わんめ、もう本人の意思に任せよ。何が良かったんかね。まあ、この間もやっぱ岩田にね勝てたのが非常に良かったきり、まあ、まだまだのところたくさんあるけど、やっぱこうつなぐだけじゃなくてシンプルに蹴るね、でヒアンがやっぱりあれだけのねチャンスを作ってくれるけんね、みんなが献身的にそれで動けるし最高やないですか。作戦もヒアン立て棒一発ね、まあ緩急をつけるということは ねしっかりこうやるところと行くところね、でやっぱりセンターバック、うん、ほら山崎を控えに回して、はいはいはい、最後ね3人入ってきた時は、うん、本当に安定感あったし、ね、まあ、でもほらまだ14試合で勝ち点14、まあ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 、1試合で1点しか取れてない、でも、ね、でも今日のあの、うん、得点後、うん、はこの後ずっとに響いてくると思うけど、そうね、そうね、得失点絡んでくるけん、まあ我々の定番ではないけど17位にも浮上しましたんで、はい、よしよし、一個ずつ一個ずつ上さん行こう。そうですね、はい、いつぶりの連勝、2021年の11月20日以来が2勝した、2勝した、そうそう、まず11月7日に川崎フロンターレさんに勝って、はい、それも川崎さん、川崎さんで2勝目が、ホームでの札幌 1-0 やった、決勝ゴールを決めたのは、はい、今鹿島アントラーズにいる樋口裕太君でした、はい、それ以来、はい、約2年半、2年半約900日ぶりぐらいらしい。長かったね、長かったね、生まれた子供が喋って歩いて保育園さえ行くぐらいよ、もう長くお待たせした、まあまあまあ、次の土曜日、うん、うん、今度は名古屋戦、はい、名古屋戦、はい、兄貴ちょっとこれなしいけん、なんかちょっと託しましょう、はい、はい、伊垣頼む、そうね、買ってくれよ、ほんと伊垣が派だな、コンクなる、動画の編集が辛くなる彼が、はい、まあ、監督は行っちゃう、監督は一応行こうと思ってます、はい、ぜひ、はい、土曜日、はい、戦に勝って、はい、3連勝といきましょう、はい、絶対勝つぞ、サガントゥース、ありがとう兄貴、勝ったよ、はい、あ、いや、行こうかね、はい、散々バラバラ言ってくれてますね。どういうことなんでしょう。いやいやいや、もうほら、ね、まあ、たまたまネタでほら、今人が来たらさ、そうね、勝ててないっていう、そうね、もう全敗じゃないからね、でもね、あなたたちがそういうことを言い続けると、はい、今日負けてみてんねんね、もうお前来んなってなるかもしれんやん、いや、ね、今日で必ず、そうよ、うん、まあ今日勝ってもらわんと、そう、俺はもう今シーズンダゾン視聴しかできなくなる可能性があるから、はい、ね、はい、坂野選手の皆さん、はい、本当に本当に本当にね、今日は勝ってください、お願いします、そしてね、サガン鳥栖のためにも、そう勝ってください、本当そうですよ、はい、僕も好きで来れなかった、来なかったわけじゃないんですよ、もう仕事がハードで、私も、はいはい、ハードワークしておりますとの名の通り、はい、はい、そうなんです、でね、うん、今日の名古屋戦なんだけど、はいはい、監督どういう考察で、そうね、まあ相手も名古屋さんもね、この間、うん、勝ったばっかりの好調のチームだし、うん、もう やるサッカーが、我々が今目指しているサッカーができれば、うん、いい勝負はできると思ってる、まあ、勝つ可能性はまた置いといても、うん、まあ、でもいい勝負はできる、ただやっぱり名古屋さんって言ったらもうね、この能力が高い選手ばっかりだから、うん、まあ、キャスパー・ユンカー選手がこの間、うんうん、ハットトリック取ったけど、まあ、今日はちょっと中2日ということでベンチ入りしてて、おうおう、まあ、パトリック選手がワントップで多分出るけど、はあ、我々ガンバー大阪にね、彼がいた時はもうハットトリックって言われて、ね、パトリックがハットトリックするぐらい、うん、活躍された、もうやっぱ因縁の相手なんで、はいはいはい、まあ、もうセンターバックでしっかり抑えて、はい、もうとりあえずマルセル・ヒャン選手に前線預けると、そうね、いうことでちょっと頑張ってほしいなと思ってます、うん、確かに、はい、確かに本当そうだよね、まあパトリック選手にはね、今の監督のギャグみたいな感じで滑ってもらってですね、はい、得点を決めないでほしいなと思いますし、ね、はい、サガン鳥栖がやっぱほら前節5得点したやん、はい、やっぱ得点パターンっていうのがさ、うん、やっぱちょっと生まれてきてんのかな、そうだね、ね、でセンターバックとかもなんかちょっと安定してきて、そうだね、うん、やっとサガン鳥栖のサッカー
がちょっと板についてきたのかな、はい、っていうところもなんとなく思います。はい、まずは勝つこと、うん、で勝てば、ね、その分チームの勢いも出てくるし、そう、ね、ちょっと失点数が、ね、やっぱ今季は多いんで、うんうんうん、そこはもうでも、もう勝つためにはもう、うん、まあ、失点数が今どうのって言ってる場合じゃないんで、そう、ね、まあ、とにかく勝とう今日、うん、絶対勝とう、はい、確かに本当にそう、はい、よくよく考えればですよ、うん、我々も贅沢なのかもしれん。なんて言うんだろう、サガン鳥栖って毎シーズン毎シーズン選手がゴロッと変わるやん。そう、毎年新チームなわけよ。そう、ね、でも他チームはさ、選手残留するところも多々、もうそれが普通じゃん。そう、ね、やからやっぱなかなか河合監督も難しいと思うよ。そう、ね、3年目やからってやっぱ声があるかもしらんけども、はい、1年1年フレッシュなリーグを迎えるわけだから、3年目とそれって果たして言えるのかっても思うしさ、まあ、まあもちろん残ってる選手もいるんだけど、うん、主力ってところで考えるとね、まあ、なんで皆さんね、河合監督信じてしっかり応援しましょうよ、ね、俺たち負けようが、まあ、例えばね、本当に負けようが降格しようが結果を応援するんやけ、頑張って最後まで応援しましょう。ここが欲しくないけど、まあでも結果的にね、うん、もう晩酌尽きたならしょうがないのかなって思うから、うん、そうだね。本当そう思うよ、はい、さあ、じゃあ今日も魂込めて応援しましょうか、はい、応援するよ、はい、じゃあ今日は絶対勝とうぜ、はい、ソグントゥース。おまし、お疲れです、お疲れです。まし、川崎線来た？川崎線来てない。あ、本当？じゃあ俺と一緒やね、うん、ちょっとやったね。ちょっとすごかったね。いい試合したよ。うん。なんか2試合連チャンでね、うん、得点が取れてるのはいいね。ね。ね。本当。ケチャドバ状態で、うん。得点入り出した要因って何なんだろう。うん、ちょっとサッカーを変えた感はあって、だいぶ縦長いボールも使いながら、うんうん、そのボール回しするところを、うんうん、それ一辺倒じゃなくて縦に長いボールも使って。深さ出してるのと、うん、あとやっぱヒアンがそう、ね、うん、競れて取れるので、うん、あとやっぱ横山のところでポイント作れるのはでかいっすね。そうね、でかいね。やっぱ横山選手を前半に使い出したっていうところと、うん、横横横だったパスが縦に入り出したってところが縦に入らんとね、うん、前に進まないと怖くないし、だってあれだけ前にさ推進力がある選手が前にいるんやから使わんとね、うんうんうん、今日も期待ですよ。今日も期待ですね。ね。いやでもね、名古屋さんも怖いので。うん、そうそうそう。やっぱ稲垣選手とか、うん、すごい怖いと思ってるので、やられないように。そうですね。もうやっぱり1対1、うん、負けない。そうね。本当ね。しないしない、もう今日は絶対勝つって。勝つ勝つ。じゃあ行きましょうかね。はい、じゃあ頑張りましょう。ソゴーントゥース。いや、もうお腹いっぱい。あ、ソーセージベーコンセットっていうのがいいね。あ、めちゃくちゃいい。今日えらい話しかけられる、うん、さっきもなんか中学生ぐらいの子に、うん、YouTube 見てます、本当ありがとうございます、プースとか言われた、すいません、すいません、ありがたいことにね、ありがたい、もうだいぶ見てもらえよ、ありがたい、ありがたい、お疲れ様でした、貼ってもらって、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。お待たせしました。新玉のソーセージベーコンセットまだある、あ、ベーコン、食べてみますか。そうね、食べてください。いらんとこ、あんとこは、いや、よくよく、
じゃあベーコンセットこんな感じです。こちらが何セットやったの？新玉ねぎのイノシシバーガーとベーコンのセット1300円やったかな。うまいよこれ。じゃあちょっとベーコンから食べてみるね。はい、お願いします。2024名客の J1 リーグ第10号、まあ、もうね、ベーコンやけどベーコンの勢いを通り越してさ、豚バラやね。豚バラ、豚バラみたいなベーコン、うまい、これうまい。命をいただいてるけんね、美味しい、美味しいよね。さあさあさあ、それではご来場の皆さん、再び新玉ねぎインフォメーションプレーのゲーそうね、今新玉ねぎが出とうけんね。また新玉ねぎうまかろうが、うん、またね、玉ねぎといえば佐賀県もね有名やし、佐賀の新玉ねぎらしいよ。こんなことだよ、わそりゃ佐賀県のやけうまかばい、豚まよね。あー、うまかばい。じゃあ、いただきますよ。はい、お願いします。言葉はいらんわ。そうね、うまい。もううまい、ただただうまい。玉ねぎの甘いのとね、ハンバーグのちょっとピリッとしたスパイスかかるの、うまいわこれ。照り焼きない。このバーガーの特徴はバンズがさ、しっかり焼いてあってパリパリない。またそれがさらにうまさをさ倍増させるよね。ぜひ青江に来られる方、はい、イノシシバーガーおすすめなんで食べに来てください。よろしくお願いします。おい、はい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 。さあ、伊賀金、はいはい、初勝利企画どうでした？完璧じゃないけど、別に俺は完璧じゃないんだけどね。まあでも皆さん安心してください。はい、俺今度の水曜日も仕事で東京行ってて来れないし、はい、20次 5?6?、はい、なんかその辺あるやろ、試合。あの金曜日ね、フライデーね。あ、フライデーか。そこも無理なんよ、俺。魚釣りの取材で後藤行ってっから。だから安心してください。俺いないんで2連勝するんじゃないですか。そこで2連勝したらもう僕来ません。遊んでみときます。あー、もうしんどいね。まあちょっといろんなね、要素が、まあおそらくジャッジのことをすごく今日はクローズアップされるかなって気もするけど、審判もひどかった。でもまた審判のこと言うとまたね荒れるから言わんけども、やっぱねもうちょっと走ってチボール、選手の近くで見てほしいね。 あんな遠くで見てピッてイエロー出されたら、そら選手も頭くるしね。そうね、まあ、まあそらさておきよ、さておきね。全てはね前半7分の失点よ。やっぱカウンターでパトリックが走ってってついてったのが手本やったかな。 あれは守備の陣形が整うまでは絶対飛び込まん、飛び込んじゃダメやった。そうね、あそこ飛び込んでかわされたから、もうそれは無理や。もう失点につながるもん。だから、11人の今日時点で、もう苦しかったし。そうそう、前半7分の時点でも俺は、ああ、ダメだなと思ったかな。なんかこう、もう歩いた時の特徴っていうので、こう回して後ろで回すっていう形がよく今日は見れて、横ね。まあやっぱり、決してその、原田選手が要因ではないけど、やっぱり無理なパスが彼のところに回ってくることも多くて、もう切るしかない、まあ、そういう、こう悪い流れが、まあ、不注意はあったと思うけど、イエロー2つ、まあ、退場っていう、まあ、もうすべて流れを、ね、悪くしたかなっていうところがあるからね。まあ、何言ったって負けは負けや。そうね、うん、また次頑張ってもらいましょう。じゃあ帰ります。いやいや、早いわ、早いわ。はい、じゃあまた、はいはい、次回の動画で、じゃあ、俺いない間は兄貴と二人でよろしくね。はい、はい、また頑張ります。はい、さよなら。